チャブリンレディオ。さあ、皆さん、おはようございます。こんにちは。私、神奈川在住の人間ラリーマンチャブリンレディオでございます。ということで、皆さん、お元気でしょうか。私はね、朝の3時半に起きてですね、事務所にですね、45分集合して、某工場に行ってですね、薬剤の散歩をするという仕事をしてから、今帰ってきて、ご飯を食べた8時半ということで、そういうスタジオになっております。現場からは用意でーすって感じなんですけど、いやー、今回はね、スリークライミングの話とかよりも、そんなことはおかしいね。スリークライミングの話はしたけなと思ったんですけど、ね、完全にどうでもいい話なので、皆さん、ね、スリークライミングとか造園とかね、ビジネスとかね、そういう話を楽しみにされている方は、今すぐラジオを聞いてください。今すぐ私の好きな女優さんの話をしますので、もうね、切ってもらったらどうですか、そうなんですけどもね。いやー、やっていきたいと思うんですけど、まあ、ね、なので、まあ、軽く10分程度で話したいなと思うんですけども、ごめんなさいね。いやー、皆さん、プラダを着たアダマは知ってますか？映画ですね。プリティプリンセス映画知ってますか？はたまたまた、ダーライト。ライ、知ってますか？そして、まあ、一番有名なのはプラダだったかな。オーシャンズ8もそうですね。まあ、数々の有名どころに出られるんですけども、僕がね、ドギモを抜かれた高校生の時だったな。中学生か高校生の時にドギモを抜かれた美人なハリウッドスターがいたんですね。その方々はね、皆さんもご存知、アン・ハサウェイですね。アン・ハサウェイさんがね、めちゃめちゃ好きで、異性としても好きですし、もちろんルックスとしても大好きですね。もう最高に好きなんですね。まあ、ただね、何が好きなのかなっていうふうに思ったんですけど、一番やっぱ心を、僕の心を読めたのはですね、プラダを着た頭。あれ見たときね、もう、衝撃が走りましたね。もちろんね、アンディです、アンディ先生って。まあ、プラダを着た頭っていうのは、簡単に説明すると、超人気雑誌、ファッションね。超人気ファッション誌が、あるんですけども、その映画の世界で。まあ、現在の世界で言うと、ボーグっていうファッション誌っていうふうに言われますけども、まあ、その映画の中では、超忙しく、超カリスマな編集長がまとめ上げるファッション雑誌の会社があるんですね。ファッション誌の会社。そこでですね、アンドレアス・カックというアン・ハサウェイさんがね、勤めると。で、アン・ハサウェイというのは、もともとファッションに全く興味ない。ですね。ジャーナリズムだったりとか、世界の情勢だったりとか、そういったところを報道したりとか、そういったことに、私は力を注いで、ジャーナリズムを世に広めていきたいというか、ジャーナリズムで活躍していきたいというような感じの人なんですね。まあ、要は、パリピとかっていうよりかは、めちゃめちゃ真面目な人なんですね。そうなんですけど、ひょんなことだけなんですけども、編集者、出版社に入りたいということで、そこのね、ファッション誌の中に入るんですけども、そしたらですね、まあ、一応採用っていう形ではですね、秘書を務めてあげていくんですけども、まあ、その秘書がですね、鬼スパルタ上司でですね、無理難題を数々のことをですね、こなしていくわけですね。スーパーピーピーコースなんですけども、そういったスーパーピーピーコースの要望にですね、やっぱ、アンソエはね、なんとかこうね、はい、しがみついてもね、なんとかこなしていくね。数々のピンチを受けていくうちにですね、だんだんスーパーピーピーボスに認められるわけですね。認められてきてですね、いいところまで行くんですね、その業界の中で。ここで認められれば、どの出版社でも働くことができるわよっていうような、その出版社なんですけど、そこでだんだん認められていって、もう、ちょっと気がつく。まあ、そこまでいかなかったんですけど、結論。ちょっと気がつくですね、その、超鬼ビッグボスみたいの世界にちょっと片足を踏み入れようとしてきたみたいなのがあって、で最終的に大切にしてることは何だろうってところに気づいて、
最初はかなり加在したんですけど、最終的に噴水にボスから着信が鳴る携帯電話をポイって捨てて、パリパリね、ポイって捨てて、ニューヨークに帰ってくるっていう話なんですけどもね、まあ、めちゃめちゃ面白い、あのぜひぜひプラダだったら、みんな見てると思うんですね。見てない人いないんじゃないかっていうくらい、隣のトトロとか、そういったレベルでみんな見てるんです、本当に。めちゃめちゃ面白いし、やる気がめちゃめちゃ込み上げ上げてるし、アンハサベめちゃめちゃ綺麗だし、最高だし、もうね、絶対に面白い、見てくださいっていう話なんですけど、ごめんなさいね。そう、そのアンハサベがですね、なんとですね、最近アマゾンプライムで新しい映画が出てて、それをね、今日さっきちょこちょこかいつまみながらね、ツリークライミングの頭が疲れたなーって時とかに、こちょっとね、見たりとかしてね、やったんですけど、アイディア・オブ・ユー、大人の愛が叶うまでっていうこのね、まあ、母さんはリアルにしてても40歳超えてるんですけども、40歳半ばぐらいの、アンハサウェイ演じる、美術賞っていうか、まあ、ギャラリーをね、持ってる方なんですけど、その人が、ひょんなことから、ティーンネイジャーからすごい愛されてる20代半ばの、ポップスターと恋に落ちるんですね。で恋に落ちて、そこからですね、アンハサウェイの生活がどんどん変わっていくわけですけども、まあ、最初はね、やっぱり楽しくして、ルンルンっていう感じなんですけどもね、ひょんなことからこうね、歯車というか、生活の歯車っていうのが、だんだんこう崩れてくるわけですね。で、最終的にその恋愛っていうのは、どういうふうな結末を迎えるかっていうところで、この、題名ね、アイディアを言う大人の恋かなっていうところで、だから本当に大人の人たちとかっていうのはね、いろんなこう恋愛とか、いろんなね、結婚感だったりとか、付き合う感だったりとか、恋愛感があるじゃないですか。そういったところですね、かなり、一般人ではとても想像しえないような内容だったりとかっていうところが、特に日本っていうか海外ですよね。海外のそのポップスターとかっていうと、なんか恋愛感であれば生活感とか、ちょっとだけ垣間見れて、すごい面白かったんですけど、まあそんな話はどうでもよくて、この中のですね、アンハサウェイがね、年取ってるんですよ。見事に。すごいですよね。なんか役作りで、多分ね、そんなにね、こう、気を使わなかったんだと思う、体に。マイターンとかね、いろいろあったし、その後いろいろ映画が出てるんで、名前は忘れちゃったんですけど、そういったのアンハサウェイが出る映画を全部見てるんですよ、劇場で。もうね、役作りとかなのか分かんないけど、本当に年齢相応の、本当にこう一般の方のような感じのボディの作り方だよね。でもちょっと前、2、3年前の映画とか出てる、つまり3、4年前なんですけど、そういう時のアンハサウェイさんとのもう、ね、プロポーションとかとは全然違うぐらい、本当に、ね、その大人の女性というか、年相応の女性になってて、わあ、すげえ、女優さんとしてもやっぱアンハサウェイってすごいなとかっていうふうに思ってるんですね。普通にこう世界観に没入することができて、かわいいなって思いながらね、そりゃ、この25歳のティーンエイジャーもメロメロになるわ、とかっていうふうに思いながらずっと寝てたんですけどもね、っていうところでね。はい。ってな感じでね、アンハサウェイの魅力をですね、今まで語ってきたんですけども、まずね、アンハサウェイの作品はいろいろ本当にいろいろあるんですけども、まずはですね、あるんですよ、いろいろこう、ちょっとセクシーなやつとかいっぱいあるんですけども、まずは、プリティプリンセス見てください、皆さん。かなり昔の映画ですけども、プリティプリンセス見てみてください。はい、プリティプリンセス。本当にね、階段を駆け上がっていく下克上ヒューマンティーネイジャードラマですよ、本当に。ひょんなことからね、ちょっとオタクっぽい、ちょっと地味な女の子ですね。実は、血縁関係的にあなたはプリンスでしたっていうことで、一気にプリンスになるんですね。ただ、プリンスになるには、花嫁修行みたいなものが必要で、それより厳しいジーヤさんたちがね、こういろいろね、こう、助けてくれたりとかね、容姿がだんだんと磨かれてですね、今までですね、オタクで願いがかけて、全然目立たなかった女の子はですね、ある日突然、こう、綺麗になって学校に、誰もが振りまくる、どんどんになりたいんですね、本当にプリンスになっちゃう。
そこからですね、変わってくる友達関係だったりとか、周りが、巻き込んでくるものが取り巻きみたいなところで、私の人生どうなるのみたいな感じでね、プリプリプリズっていう映画なんですけども、ひょんなことから普通の高校生がひょんなことから一気に一夜にしてね、プリンセスになっちゃったっていうところの話なんですよね。そういうところを、ね、取り上げ上げるようなファンタジーのあるような楽しいシーンで、映画になってますね。ぜひぜひプリティプリンセスからアンハンサーさんを見てみてください。めちゃめちゃめちゃ可愛いね。まあ、あなたの、ね、心を、ね、アンハンサーさんにしちゃうこと間違いないと思うんですね。アンハンサーさんに悩んでる感じなんですけどね。さあ、ということで、今回のラジオ、本当ごめんなさい。僕もね、たまに声入んないよ。たまに。普段ね、釣りクライミングとかね、造園業とかビジネスとかね、そういったことを思い向けることで僕は話してるんで、たまーにいいですか、たまーにこうちょっと入らせていただいて、そう、たまーになんですけど、そうなんですよ、たまーにちょっと入っちゃうんで、はい、すいません、こんな感じで、僕の初期思考と同じ場所で、たまーにね、1週間に1回ぐらいこう入っちゃうんで、ほんとごめんなさい、てな感じで、動画のラジオのご視聴ありがとうございました。このラジオは月曜日から金曜日の平日朝6時からこの YouTube チャンネルでラジオ形式で放送しております。この YouTube チャンネルは主にですね、僕がツリークライミングで世界でトップで戦うためのヒストリーを練習中継だったりとか、練習のコツだったりとかね、動きのコツだったりとか、そういったところのノウハウみたいなところもですね、この動画でいろいろちょこちょこちょこアップしたりとかしてますので、ぜひぜひね、このラジオだけではなくて、僕のツリークライミングの向かう姿勢だったりとか、ツリークライミングに向かう覚えだったりとかね、みんなで一緒に盛り上げていきたいと思ってますので、チャンネル登録してくれるなってことで、以上でございます。あ、まさね、すごい良かったです。もう一個なんか見ながらね、寝落ちして、明日また朝4時半に事務所に集合したいと思います。それではまたね、次のラジオでお会いしたいと思います。次のね、レッツゲロン。さよなら。アンハサウェイで一番良かったなと思ったのは、自分のティーンエイジャーだったのもあるんだけど、プロトキタカバ、そしてダークトルライジャーかなぁ、前に多分だったけど、まあそこら辺かなっていう感じで、またね。